音量設定ができるよ。最速で好みに調節してね。みんな大げさに言ってるけど、史上初の最速最年少でトップ10入りしたホークスだよ。ちなみに君は、鶏肉は好き俺の地元の水きすっげーうまいの。鶏の味がしっかり出てて、って、考えてたら食べたくなってきた。我慢できない勝分でね。俺は最速で飛んで食べに行くけど、調節終わった 僕のヒーローアカデミア、ワンズ・ジャスティス2・ツー一富士二鷹、三ヒーローよかねえ無限にせんで欲しか。興味いないっすね。買い物も最速ってね。強欲なんで。これで最高速度無難に行きますファンさ、大事なんで、プロデュースしてくれます吹き消すっすよ気ぃ抜いたでしょ。一音覚悟おば ナンバーワンの力って、いい成長速度だ。早すぎたかな今どんな気分です逆に読みづらいやりすぎかなとっておきた狙い進ます欲深く見抜いてるよコツは速さだよ。見くびってくれて助かる。ここが攻め時止まってくれてどうも俺はこう見えて長期目標を見据えて動くタイプなんですけどね。さすがに目の前にヴィランがいちゃ無視できない。ここで何していたのか 教えてもらおうか。ダービー。これでまた一つ、暇になるかな。あっと早すぎました大げさに行きまーすそろそろスピード上げようか。焼き鳥はごめんですって。今の学生はよくやるね。俺の方が一枚上手だ。気が合うと思ったけど、侮ってくれて助かるよウギにせんでほしかそんなもんですか でもまだ雛な鳥だね。そううまくはいかないね。はい、どうもまずはお手並み速さで圧倒しますどっちが最速の鳥かな鷹の目をごまかせない。いい時間かなそろそろかな強く羽ばたく時早すぎました物足りないね !1 って、どんな気分なんすかエンデバーさん。俺は地位にも名誉にも興味がないですが、せっかくなんで、見せてもらえますか ナンバーワンの実力ってやつを、新たなリーダーは今絶対に必要だと考えています。俺はもうちょい下で自由にやりたいので、エンデバーさんには頼れるリーダーになってもらいたいんですよ。エンデバーさん、好きな食べ物とかあります俺は水先とか焼き鳥とか好きなんですよ。これ終わったら飯でも行きましょう。いい店紹介しますよ。ああ。腹減ってますあれからヴィラン連合という絵はどうだい どうしたそんな顔して。伝書バトだなんて思ってないよ。<laughs> 前も言ったろ。俺についてこれそうな良さげな鳥人だから声をかけたんだ。本当はヴィラン連合の話が聞けたら誰でもよかったんだ。更新育成とかする気ないんだけどさ。その、喰らいつく姿勢が、俺の考えを変えたんだ。来てくれたのが君でよかったよ。とこやみくんさ。 飛べる奴は飛ぶべきだよ。まだまだ俺の速さにはついてこれそうもないけどね。更新育成は性に合わないけど、俺より速いスピードで強くなっていく君の成長ぶりには興味あるからね。期待してるよ。ヴィラン連合のダビ。数々の事件に関わるも未だに謎の多い人物ってとこかね。あんた炎を使うのが得意だろう。俺の羽。 燃やせるもんなら燃やしてみろよあっちの武器は、高威力広範囲の炎の放射。俺の翼でだとかえって火力を助長するな。遠距離だと部が悪いかなら、近接に持ち込んで、最速でか乱すれば。ふぅ、よかった。この勝負、案外早く終わりそうだ。ヒーローが、暇になる世の中に、早く勝たして、次行きますか。仕事はしますよ。 ヒーローなので、支持率お礼以下、ナンバーワン。見逃しても知りませんよ。鳥っつったらやっぱ翼でしょう。君はもっと自由に動けるよ。もっと仲良くできないかな。お互い本心は言わないね。全力にしては遅すぎたかな。ナンバーツーが勝って大丈夫でした喰らいつくのは嫌いじゃないよ。羽を休める暇もない。ええ、食堂に行きたいんですけど。背中を押しますよ。ナンバーワン。 さあ、なんでしょう。腹が減ってはヒーローはできぬってね。これで心置きなく戦える。得意を伸ばすことを忘れない方がいい。エンデバーはファンサとか戦でしたっけあなたの引退は衝撃でした。あとは、俺に任せてください。君の氷のスピードには驚いたな。大口叩けるだけのことはあるね。君のボスまで案内してほしいな。優秀な鳥仲間だったからさ。 最速のヒーロー登場ってね。君とはもっと仲良くしていきたいな。爆発を利用した瞬発力。いやー、すごいね。火力は抑えてくれよ。焼き鳥になりたくはないからね。一般人には被害を出さないように頼むよ。トゥワイス。ヴィラン連合の一人。いや、複数人か。自分に個性を使ってない。使えないのか。ナンバーツーの力、見せましょう。トコヤミくんね。 飛行訓練としゃれ込もうか。来てくれたのが君でよかった。エンデバーさん。あなたには期待してるんですよ。チームアップのお願いです。引き受けてくれますか元ナンバーワンと組めるなんて光栄です。あなたのパワーと俺のスピードがあれば、敵なしですね。ナンバーワンの息子さんじゃないですか。どうも、よろしく。インターンでは振られちゃったけど、ここではよろしく。広報支援に長けたタイプ。組織にいると厄介な奴だ。 言動は読めないが、仲間思いが強いらしい。増え続ければ、俺の羽でもカバーできなくなる。安心しました。最速で片付けますか。やっと暇になる。ま、頑張ってください。おいおい、背中を押しますよ。遅いですって。諦めてほしいな。お疲れ様でした。俺が汚れても、もっと自由に。羽の調子が、 吹き消すっすよナンバーワンの力って、そんなもんですか一って、どんな気分なんすかエンデバーさん。俺は地位にも名誉にも興味がないですが、せっかくなんで、見せてもらえますか。ナンバーワンの実力ってやつを、新たなリーダーは今絶対に必要だと考えています。俺はもうちょい下で自由にやりたいので、エンデバーさんには、頼れるリーダーになってもらいたいんですよ。 支持率お礼以下、ナンバーワン。見逃しても知りませんよ。焼き鳥はごめんですって。速さで圧倒します。強く羽ばたくとき。エンデバーさん、好きな食べ物とかあります俺は水先とか焼き鳥とか好きなんですよ。これ終わったら飯でも行きましょう。いい店紹介しますよ。ああ。腹減ってますナンバーツーが勝って大丈夫でしたいい成長速度だ。速すぎたかな。コツは速さだよ。 鳥っつったらやっぱ翼でしょう。今の学生はよくやるね。でもまだひな鳥だね。どっちが最速の鳥かなあれからヴィラン連合と遊泳はどうだいどうしたそんな顔して。伝書鳩だなんて思ってないよ。<laughs> 前も言ったろ。俺についてこれそうな良さげな鳥人だから声をかけたんだ。本当はヴィラン連合の話が聞けたら誰でもよかったんだ。 更新育成とかする気ないんだけどさ。その、喰らいつく姿勢が、俺の考えを変えたんだ。来てくれたのが君でよかったよ。常闇くんさ。飛べる奴は飛ぶべきだよ。まだまだ俺の速さにはついてこれそうもないけどね。更新育成は性に合わないけど、俺より速いスピードで強くなっていく君の成長ぶりには興味あるからね。 期待してるよ。君はもっと自由に動けるよ。喰らいつくのは嫌いじゃないよ。気が合うと思ったけど。見くびってくれて助かる。見抜いてるよ。俺の方が一枚上手だ。そううまくはいかないね。鷹の目をごまかせない。ヴィラン連合のダビー。数々の事件に関わるも、未だに謎の多い人物ってとこかね。あんた炎を使うのが得意だろう。俺の羽。 燃やせるもんなら燃やしてみろよあっちの武器は、高威力広範囲の炎の放射。俺の翼でだとかえって火力を助長するな。遠距離だと部が悪いかなら、近接に持ち込んで、最速でか乱すれば。ふぅ、よかった。この勝負、案外早く終わりそうだ。俺はこう見えて、長期目標を見据えて動くタイプなんですけどね。さすがに目の前にヴィランがいちゃ無視できない。 ここで何していたのか、教えてもらおうか。ダビー。もっと仲良くできないかな。お互い本心は言わないね。羽を休める暇もない。最速を見せよう。楽させてよ。俺は早かよ。最速で決めようよ。しゃれ込みますか。スピーディーに行きましょう。今日も頑張った 羽ばたきがいがあるってもんです。目にも止まらぬってやつですよ。追い風かな。さて、羽を伸ばしますか。はい。これがナンバーツーの技です。まあ、簡単には当たりませんが。試させてくださいね。羽を整えますかね。脳幹ってことで。出ずっぱりじゃ、あれですしね。自己処理大変そう。ヒーローが、暇になる世の中 に、うん,、うん、みんなががんしんできるなら、うん、いくらでも汚れるさ、うん、おきのてだ

それでまた一つ、暇になるかな。行こうか、これはどうかな。完治する。いち早く、羽、いります。残りの羽で。 たちまちに飛ばしすぎた旋回力勝負はガーガ羽休めはここまでこっから最速で暇になるまでは見くびったのは、俺かこの速さは、無駄だった燃える羽が焼けつく呪い麻痺かを雷冷たゴール体温がふわっと浮くと浮力が 羽が、妨害を、自由が過ぎた。おーっと引き寄せじゃ、捕まった想定外崩れていくまあ、きっつい爆音ですか羽に響く轟音が翼が飛びにくいベタベタとないないまやけしかはっ率が、取りにくつぶれる読まれてます早い余地生け取りかよ手洗いねえ鳥かごオールマイトヒーローが、 暇になる世の中に。早く勝たして、次行きますか。仕事はしますよ。ヒーローなので。俺が最速で限界の速さで終わりよ任されたオッケークズめア m a ジ i n g e x c e l l e n t 遅いって強欲で風を感じなカック速度を上げる逃がさないって捕まえる打開する空はいいみんなが安心できるなら。 侮ってくれて助かるよ右に宣伝ねしか空中ならケッタら、ラソーラオーラハァー切り刻む奥の手だ最高速で今どんな気分です逆に読みづらいやりすぎかなとっておきだお見通し雑魚バネだけになる前に俺は楽したいんですよ速度出すまでもなかったかないい時間かなそろそろかなこの枚数なら諦めな よっと、ふって、と、ふって、せえつはのけがっ、どっ、うんーいではっぐはーいおー、わ読み通りさ阻むよ足止めか強いっすねやっぱきついっすタイミング悪っつらか避けられるかなつんざく中二まいなじっとしてなよまだ撃てる空はお好き飛ぼうよ羽はまだある上げていこうか 風になろう捕らえる一緒に飛べ暴れるなよ捕獲する隙は逃さないよ筒抜けだよ手は抜けないな大げさに行きまーすそろそろスピード上げようか手加減は不要かな気ぃ抜いたでしょう人ん覚悟ばいくらでも蹴かれるさんっよふっふっふっなぁすっ,はっあスッとささっとシュッとおー ぐっはっそろそろ終わらそうかチャンス